こんにちは、ラスカルです。こんにちは、チャーロットです。はい、今日はフィリピン語講座3回目です。イエーイ。それでは前回の答え合わせです、うん、前回の正解は1番と3番です。わーお、僕正解。みんなは正解できたかな。前回はアコ、私という意味の言葉を含んだ文章はどれかなというものでした。まだと見てない人がいたらぜひ見てみてください。はい、では今日はこちらの2つの単語です。まずババエ。ババエは日本語で女の子、女の人です。次にララキは男の人、男の子です。先生質問先生質問。はい、ババエ、ララキは小さい子供からお年寄りまで使えますか？はい、基本的に使えます。わい、すごい楽。もしかして日本語だと例えば男の子、男性、少年、男の人、男などなどたくさん、性別に関する単語があるのですが、フィリピンではババエ、女の人に対してはババエ、子供でもおばあちゃんでもババエで間違いないですか？はい、大正解です。イエーイ。では文章に行きましょう。はい、まずババエの文章は、アコ、アイ、ババエ。アコは私。これは前回の動画で説明しました、うんうんうん、見てない人はどうぞ。アイは助手です。ババエが女の人、うん、女の子です。それは私は女の子です、うん、次ララキはアコ、うん、アイ、うん、ララキ、うん、これは私は男の子、男の人です、うん、ではラスカちゃん、おやってみてください。おちょっと難しい。ババエ、アンババエアイマガンダ、合ってます？アンゴを使っちゃうとモノみたいな使い方になっちゃいます。じゃあ何と言えばいいですかね、その場合。あの女の人は美しいっていう場合、例えば英語だと That girl is beautiful and then beautiful is Maganda, it is I。 女の人is もしババエだったとしたら、タガログ語がわからない私はアンババエアイマガンダ。でもこれは合ってないんですか？アンゴを使わない方がいいと思います。ババエアイマガンダ、女の人は美しい。あの女の人って、指定してるんですが、それでもババエだけで大丈夫ですか？ババエナヨン、ナヨンは、それとかそういう意味があります。ではこれも多分英語と逆ですよね。はい、英語の場合は That girl、 あの女の子。でもタガログ語の場合はババエアニョン、ナヨン、ナヨン、ババエナヨン。そう、女の子、あの、多分、置く場所が逆ですよね。日本語もあの女の子、英語も That girl、 でもタガログ語はババエナヨン、ナヨンはい、マガンダ、イエヒ。それでは次ララキに挑戦してみましょう。ララキってことは同じことできますよね。ララキネヨン、ララキネヨンアイマブティ、あの少年は優しい。はい、大正解です。イエーイ。それでは復習をしましょう。はい、ババエは女の人、うん、女の子、うん、もし女の人であれば、うん、年齢は関係なく使えます、うん、はい、ララキも同じく男の人、男の子、年齢が
高くても小さくても使えます、うん、それではクイズタイムです。イエヒー、私が今から言う文章の中で、うん、ララキーを使った文章は何番目か言ってください。男の人ってことですね。男の人っていう意味の言葉が含まれてる文章を選んでください。今から3つ文章を言います。はい、お願いします。1番、Babae na yon ay mabuti magsalita. 2番、Babae na yon ay mahilig kumain. 3番、Ang kapatid ko ay lalaki. では今日は正解を1つ選んでください。前回は2つ選んでもらいましたが、今日は正解を1つ選んでください。正解は次の動画で先生が教えてくれます。では今日もご視聴ありがとうございました。みんなのお役に